国家試験に絶対合格するための新王道勉強マニュアル治療丸2ですね、お話ししていきたいかなと思います。それでは早速やっていきましょう。まず治療の勉強マニュアルの基本的な考え方ですね。治療で得点するために抑えなければならないポイントは、品質疾患の病態、治療全体像の把握、コアカリキュラム範囲内の疾患、その他の品質項目の5つになります。得点効率の重要度としては下記のようになります。まず病態治療全体像の把握、その他の品質項目、コアカリキュラム範囲内の疾患ですね、こちらになってきます。まず治療に関して言うと、ポイントとしてはまず品質項目ですねをまずやんないといけないんですけど、まず全体を把握することからまず始めてみてください。治療に関して、全範囲をまず把握することで、どこができてどこができないのか、全然知らないのか、少し知ってるのかっていうのをまず把握することが大切になってきます。そう、一つの疾患を完璧にして次の疾患っていう勉強をしてると、まず全部終わった瞬間に最初完璧にしたつもりの疾患のことを忘れてるんで、それはすごくもったいない話なので、まずは全体像を把握することが大切になってきます。この順ですね、覚えておいてください。そして勉強の順番ですね。勉強の順番としては、1必修問題、2実践問題、3理論問題が望ましいです。また必修問題10年分をすべて終わらせてから実践問題に移るというよりも、必須理論実践問題1年分を行ってから次の1年分を行っていく方が望ましいです。はい、こちらの理由としては、すごく勉強方法、いろいろ多岐にわたってあると思うんですけど、まず1年分の問題を解くっていうことってすげえ大事なことで、1年分の中で今まで全範囲の勉強をしてきたと思うんですけど、その全範囲のその問題を、範囲を必須実践理論って分けて、それで解いていって点数を取っていくものなんですけど、どういうふうに問題が振り分けられているかとか、どういう割合で点数を取っていかなければならないのかっていうのをまず肌感覚で覚えていく必要があります。で、必須問題を10年分やってから理論一定っていう状態にすると、なんかできた気になってしまうっていうのもあるし、逆に理論問題10年分ってすごい苦行なので、理論っていうのは基本的には最後に回していいぐらいの領域なので、そこでなんでできないんだろうってすげえ悩んだりとか、時間がかかりすぎてしまったりとかするので、そういった問題点もあるので、まず1年分をやって、次の1年分やってっていう方法の方が望ましいです。それでは必須問題攻略ですね。治療の必須問題を得点するために必要なことは、治療の参考書に記載されているすべての項目の全体把握、品質項目の理解になります。ただし薬剤師国家試験に品質している範囲を優先的にインプットしていってください。この時点で参考書に記載されているすべての項目の全体把握、品質項目の理解をしていたら、必須問題は9点以上得点することが可能になります。残りの6点は上記項目の深い知識の理解ですねが必要になります。また問題演習は10年分の過去問の必須問題のすべてを解くことで十分です。はい、ここでポイントっていうのは、すべての項目の全体把握、先ほど言いましたね、そして品質項目の理解ですね。まず、品質項目に関して言うと、国家試験に出やすい、そういった疾患になるので、そこを押さえておくことで、点数取りやすいっていうこと。
そしてプラスそこばっかり出るわけではないので、他の全体の中の過去に出た問題を応用して出すとか、そういったことも出てくるので、すべての項目について把握する必要があるっていうことですね。で、この2つができるようになっている時点で必須問題9点ですねは取れていることになります。むしろ逆に取れなかったとしたら、何らかの勉強の、やり方が間違っていたりとかするので、そこ見直してみてください。そして、ここ矛盾してるかなと思ったのが、問題演習は10年分の過去問の必須問題のすべてを解くことで十分、今言ってるのは、例えばさっき言ったのは1年分をまずやって次の1年分って話ですね。なので結果的に10年分ですねの過去問を勉強していれば、結果的に10年分の過去問の必須問題を全て解いている状態になっているので、そういった話ですね。なので10年分の過去問をまず解くっていうことで、ちゃんと正しく解いていれば9点取れてます。なのでそこでもし取れていない場合は間違っていたり勉強方法とかね、なので見直しをしてみてください。それでは勉強、過去問の勉強方法についてですね、実際にちょっと見ていきましょうか。こちらが109回ですね、薬剤師国家試験の必須問題なんですが、どういったところを見なければならないのかとかですね、こちらの問題とか、神経節接合部のアセチルコリン受容体に対する自己抗体が産生されるようされることにより筋力低下を引き出す自己免疫疾患は何か、まず自己免疫疾患は何っていうところと、あと、神経筋接合部ってどことかね、神経どこ、アセチルコリン受容体って何とかね、まずここを理解しているっていうことがポイントですね。あと免疫系なので、ちょっとあれだと生物だとかの範囲になってくるんですけど、そういったのも絡んでくると。そしてあとはこの5つの疾患ですねはどういう疾患なのかっていうのを理解把握しなければならないっていう問題ですね。1対1対応じゃなくて、そういったポイント5区のものは何なのかっていうのをまず知ってるかどうか確認してみてください。あとこの選択肢の疾患ですね。そして次、転換発作の話で、体の一部または全身に瞬間的な筋収縮が起こり、発作持続時間が短く意識消失の自覚症状がないことが多い転換発作で、これは発作の種類ですね。この発作の種類、理解しているでしょうか。で、発作の種類でどういう発作なのかっていう一つ一つの理解っていうことで、あとはこの発作の、図ですねを理解していることと、あとこの発作にはどういった薬剤を使用するか、それは薬理の範囲ですかねになってくるので、そういったことを知っていると薬理も点数取れてくるという話ですね。薬理と治療ミックス問題増えてきているので、そういった問題出しやすい感じの問題になります。次、メチルフェニデート塩酸塩が適用される疾患はどれか。まずメチルフェニデートっていう薬は何なのかっていうこと、作用基準は何か、あとは各、疾患はどういったものなのかっていうことですね、理解する必要がありますね。あとは各、疾患の、病態もそうだし、治療薬どういったものがあるのかとかですね、をまず理解する必要があるかなと思います。重度うつ病ね、重症うつ病ね、こういったのとか閉塞隅角緑内障とかね、他の種類もあるけどどういったものがあるかとか、そういう話ですね。次ですね、高ナトリウム血症の患者に禁忌である薬物はどれかということですね。高ナトリウム血症になるとどうなるのか、体の変化はどうなのかっていうのをまず把握すること、そして胃絶の薬剤どういった作用基準なのかっていうことで、作用基準が分かれば副作用も分かるので、どういった副作用があるから、じゃあこれは結局高ナトリウム血症になるなっていうのが分かるっていうことですね。プラス禁忌はどれかっていう話ですね。把握してみてください。次、臨床所見として
スプーン状の爪ですね。が認める疾患。これはまあ、即答しなければならない問題ですね。こういった特徴的な副作用が出る、そういった疾患はどれかって話ですね。まあ、どれか。そして、まあ、各、疾患の病態、まず把握しないといけないってことですね。どういったものがどれなのかっていうことですね。心電図上で QT 間隔の延長により生じやすくなる不整脈はどれか。まあ、不整脈ありますね。もうこういった症状が起きたら、まあ、どうなるかっていうことを把握しなきゃいけないってことですね。あとは心電図。ここは語句だけですけど、心電図を読まないといけない。どこが QT とかさ、どこが T 波とか、そういったのもわかんないといけないので、この心電図の読み方を把握しないといけないって話ですね。まあこれは過去の国家試験でも出ているので、そういったところですね。確認してみてください。次ですね。副腎皮質ステロイド製薬が適用される腎疾患はどれか。各、腎疾患はどういうものなのかっていうのを、まあ、把握してもらう必要があるということですね。あとは副腎皮質ステロイド製薬ではというのはどういうのがあるのかとかね、そういったのがポイントになります。ポリカルボフィルカルシウムが適用される疾患はどれか、医薬品と疾患の一対一対応ですね。これを理解しないといけないっていう話ですね。過敏性腸症候群、どういった疾患なのか、薬はどれなのかっていうのですね、ちょっと見てみてください。はい、次、痛風高尿酸血症とかね、すごい品質問題ですね。尿路結石を有する痛風患者に関して最も適切な尿酸効果薬はどれかということですね。まあこれは作用基準でわかる問題ですね。次、手術が適用とならないクッシング症候群の治療に用いる薬物はどれか。各、薬剤はどういった疾患に用いるのかっていうのを確認してみてください。褥瘡ですね。褥瘡の問題、来年もすごい出ると思います。109回は3台かな。確か、褥瘡の問題出てたので、まあ、すごく、毎年出る、そういった範囲になってきているので、確認してみてください。C 組織除去効果を有するもの、ここから選んでみてください。我が国において肝硬変の原因となるウイルス性肝炎として最も頻度が高いのはどれか選んでみてください。次、68ですね。組み換え医薬品の生産プロセスに関する記述について、まあ、ここに入るものはどれかということですね。目的、遺伝子を挿入した発現ベクターを細胞に導入し産生された何々を生成して組み換え医薬品とする。まあ、どれかって話ですね。まあ、あとは、まあ、生物ですね。に近い範囲っていうか、もう生物ですね。になってきます。ちょっと見てみてください。次ですね。既存薬 X を対象とし、新薬 Y の非劣性を検討した5つの臨床試験の結果について、両軍の差の95が、うにゃにゃらですね。まあ、どれかって話ですね。まあ、みんなさんが嫌いなところかなになってきます。じゃあ、こう、どういうことを意味しているのかとかね。まあ、まず 95% 信頼区間っていうのは何なのかっていうのが分かれば、まあ、見えてくるんじゃないかなと思います。次、コンパニオン診断。医薬品の適用判定を目的とした体外診断のうち、生殖細胞系列遺伝子に対する検査項目がどれか。はい、皆さん、解いてみてください。逆にね、この問題って、どれが仲間外れなのかとかね、そういったのも見てみると、正解にたどり着くんじゃないでしょうか。確かこれって、大きいアルファベットか小さいアルファベットとか、そういった感じの問題が多かったんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでしょうか。ということで、治療ですね。薬剤師国家試験に絶対合格するための新王道勉強を真似る治療丸にですね、お話ししてきました。それでは。
薬剤師国家試験攻略メソッドと薬剤師国家試験攻略予備校は、無償で運営しているため、続けていくためには皆様のご協力が必要です。YouTube のチャンネル登録と X のフォローをよろしくお願いいたします。